回1失点毎回奪三振8系。バウアー成績、防御率 1.50、投球回6、投球数78、打者23、被安打5、本塁打1、奪三振8、四死球1、失点1、自責点1。ようやっとる。実戦から2年近く離れてたとは思えないな。なんとも言えんわ。普通にすげえわ、投げてる球がメジャークラス。ようやっとる、2回の時は不安やったけどその後はさすがやな。神サイヤング勢やんけ。探り探り投げてこれ、本調子なったらやばいやろな。球数少ないのが素晴らしいわ、これなら中4いけるんじゃね。大崩れしないだろうからシーズントータルで確実に勝ち星計算できる投手や、ありがてえ。カーブが入るようになってから別人になったわ。ストレートだけなら日本でもそこまでって感じだったな。変化球交えてから抑え出した。審判のゾーンが味方になってるのを差し引いても、あのカーブはかなり厄介な球やね。タイミング制球ともに打者が苦慮してる。バント決めたところが一番盛り上がってくさ。正直想像以上だわ。サイヤングつってもブランクあるし WBC 組ですらボールの変化に苦悩してるからもっと適応に時間かかると思ってた。ええやん、これが中3日で投げるとか優勝決定やん。今日はゾーンかなり広いからその助けもあるけど普通に良さそうで助かる。メジャー式配球で打たれてたから日本人抑える配球覚えていけばもっと良くなりそう。実力がいかんなく発揮されてるな。やっぱりすごい、メガテン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 になったわ。ギアチェンジ直球155キロ、ナックルカーブ、スライダー、カットボール、チェンジアップ、これで制球良くて球数めっちゃ少ない、横浜市長やぞ。Y の160キロカーブの方がすごいわ。省エネでこんだけやれるのすごいよ。マウンドに苦戦してたせいか変化球が浮きまくってストレート狙い撃ちされてたけどカーブ混ぜ始めたら一気に変わったな。カーブが決まり出したら手つけられんな。しかも今日の3回くらいまでで感触つかんでもうたやろ。正直言って期待してたほどではないが、表ローテ級の実力は十分にあるな。セリーグナンバーワン右腕であることは間違いないな。バウアー本当にとんでもないピッチャーやな。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。